はい、皆さんこんにちは。今回プレイするのはニオスカベンジャーというゲームになりますね。以前もね、私だいぶ前ですけども、これやりまして、久々にちょっとやってみたいなと思って、プラスね、エクステンドモッドっていうね、拡張版のモッドも入れてます。では早速やっていきたいと思います。ニューゲームですね。最初にプレイヤー、私のね、スキルを設定していきます。特性ですかね。力強いとか、回復系に特化しているとかね、隠れることに特化しているとかね、肉弾戦に特化している、遠距離戦に特化しているとかね、いろいろな、まあとにかくプラスの面のスキル、そしてマイナス面のスキルっていうのもこれ面白いんですけど、あって、例えば太ってますね、メタボリズムとかね、傷つきやすいフラジエルとかね、あとなんだろうね、スリーパーよく眠りますよとか、スモーカーですよとか、アルコホリックですよとかね、まあいろいろありますが、どうしようかな。ストロングと、あとハイリング欲しいな。ロックピッキングしようかね。これでいきましょう。この3つよし、いきましょう。まあここはね、私ある冷凍睡眠の場所から突然ね、目覚めたっていう設定になってんですね。外の世界は何なのかっていうのがよくわかってないという状況の中で、どうやら、このね、宇宙船なのかわかんないけども、このね、乗り物の中に、別のね、危険な何かが潜んでるようだということで、早く逃げなきゃいけないんだけども、どうしようか。逃げるっていうと、もうこっからね、ガラス窓、ここですね、まさに。こっからこう飛び、逃げるみたいなね、感じもあるし、戦うっていうのもあると思うんですよ。ね。じゃ、ストロングで戦っちゃいましょうか、先に。よいしょ。こいつですね。犬男。ね。ドッグマンですね。ドッグマンが正体を表しましたと。いうことで、まあ、さっきストロングを使ったおかげで、なんとか倒したようですね。通常はね、いろいろ細かい戦闘があるんですけども、ここはね、ある種のイベントだけの話なんで、まあ倒したっていう結論が、出ましたと。で、見てください、これ、ドッグマンの死体。よし。でね、体、今私ね、これしか着てないんですよ。これが私ですね。あとこの手にね、なんかこの被験者みたいなテープが貼られてんのと、あと謎の首飾り、銅の首飾りですかね。何のためですかね、わかんないですけど、それしか持っていないということで、目の前にあるものがこれですね。ドッグマンと破片ですね。これ多分あのウィンドウの破片だと思うんですけど、でここが行動ポイントで、私今5ポイントの行動ポイントを持ってます。これによって歩くこともできるし、クラフトもできると。で、ここがね、私の、なんだろうな、コンディションを表してんだけども、現在のね、状況。裸足ですっていうことでマイナス。これね、行動ポイントに響いていくんですね。あとは、キャンプベネフィット。ここね、室内なんですよ。つまり、ここで一夜を過ごすことは非常にいいこと。時間を過ごすことはいいこと。ということで、キャンピングサイトとしてはいいですよ。ということで、キャンプベネフィットがあると。それ以外はね、いろいろと、まあ、空腹度、喉の渇き、ね、体力、ガサバリ度っていうんですかね、荷物をいっぱい持つとこれがどん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 ガサバリ度増していっちゃうんで、減っていくっていうね。あと、心地よさっていうのもありますね。これは何なんだろうね。外気温なのかな？いや、でも下が外気温だね。これ外気温。多分外気温につられて心地よさをこう、自分のね、ゲージも、影響を与えられるのかな。あとはペイン、これは痛みですね。今なんかちょっと痛いのかな。うん、わからないな。傷ついてるのかな。後で見てみようか。あとはお金、そんな感じですね。インターフェースの解説としては。で、まずクラフトができるのかな。できなさそうだね。よいしょ。とにかくこっから出てみようか。よいしょ。さあ、出ましたよ、ということで、すぐ隣が街だよ。よかった。基本的にね、
この、ゲームのタイトルの通り、ネオスカベンジャーだからね、スカベンジングしていくんですね。物資を漁っていく。そういうゲームになりますね。で、今の状況を改めて確認したいので、ポチッと。ね、これで、あ、傷ついてんだ。ここが傷ついてる、腕。ね、切り傷、血が流れてる、痛い。ただしね、全部マイナーだから、そんな大げさなもんではないけど、傷としては。打撲、痛い。だからこれ減ってるんだね。だからここ包帯巻いたりいろいろしなきゃいけないのと、あと寒いですね、外気温が非常に。これ、毛皮にできると思うんで、ちょっとやってみたいな。できるかな？これとね、これでね、基本的になんかいろいろ毛皮っていうか、毛が取れたり、肉が取れたり、ね、脂肪が取れたり、するみたいね。あとは、ロックピッキングの能力を使っても多分何のあれもないよね。ハイドの能力も意味ないよね。ストロングどうなの？何もないよね。これ解体する意味あるのかな？でも毛皮でひょっとしたらなんか作れるかもしれないね。よいしょ。作れないかな。こういうのでなんか作れないかな。よいしょ。こういう感じでね、いろいろ試行錯誤をしながらね、進めていくんですね。そっか、今のね、この、なんていうの、服？医療用の服を、バラすと、布と紐に分かれるんだ。これ一回ちょっと裸になっちゃうけど、バラそう。で、これとでなんか作れないかな。作れないか。ん？何これ？ハンドラグ。やった。手につける、なんだろう。暖かくなるような装備品ですね。ひょっとしたら防御力も上がるかもしれないね。これいいんじゃないの？これ。作っとこうよ。ハンドラグって一つしか作れないのかな？え？あっす。これはじゃあ、どういうね、メリットがあるのって、こういうことだね。手につけんだね、手に。これだと多分、あったかさが微妙に上がったね。ガサバリ度が下がるね、当然だけど。あとね、さっき見てて思ったのが、やっぱり武器作っとかなきゃということで、これがね、レシピですね。これでこう検索しながら、いろいろ作ることもできますね。ウェポンでさ、これ。布を巻いた支部っていうの？破片を布で巻いた。これが、まあ、上等な武器になりますんで。これを作っとこう。これを一つ武器として持っとくっていうのが、いいかな。何個か作れないのかな、これ。ねえ、せっかくだったら。素材的に2個までっぽいね。で、これで、2個持ってるね。こういう地味なゲームなんですけどね。結構私ってこういう、なんかじっくりやるのが好きなんですけど。あとね、布が余ってるんで、包帯にしちゃいましょう。ここがちょっとひどいんで、よいしょ。この包帯ね、汚いんですよ。ほら、ダーティーラグスっていうから、汚い布で巻いちゃってるんで、治りは遅いと思いますが。ね。まあ、ないよりマシっていうことでいきましょうか。あとはせっかくこれがあるんで、これちょっと持ってってなんか今後活用できないかなっていうのを模索したいですけどね。よし、これでいいかな。で、一旦外に出て、こっち進みましょうか。はい。ね、荒廃した街ですね。この中に入ってみましょう。あ、こっちにもなんかいろいろある。面白そうだね。で、現状ね、外に何があるかをチェックしたいんで、これで見ると、をやりました。ね、ディスポーサルプラスティックショッピングバッグ、つまり、プラスティックバッグですね。こっちに置いて、ね、こういう感じでローテートしましょう。そこまでして持っていくかっていうことではあるんだけどね。あと、これとこれってどっちが強いんだろうね。これとこれ。
強さはわからないな。コンディションはわかるんですけどね。コンディション的にはこっちがいいんで、こっちは持っときましょう。もしくは、クラフトができるかもしれないね。これと、例えば、これと、これと、あ、降ってた。これが作れるよ。お？左手右手用があるのかな？なんかそんな感じがする。ほら。じゃあちょっとこっち一個作ってみようか。よいしょ。ね。で、巻いとこうか。こっち？足にはまだできないのかな。靴底がないもんね。結構ね、細かいんですよ、このゲーム。で、布がゲットできたんで、やっぱり、打撲のここも巻いとくっていうことができるのかな？打撲は巻く必要ないか。ね、カットしてるわけじゃないもんね。じゃあ、いっか。うん。あと、ここら辺でももったいないから、あと、これも、こうやって入れとく。で、このボタンを押せば、整理整頓ボタンですね。ちなみにこれは後ろには、あ、後ろにできんじゃん、これ。あ、よかったよかった。じゃあ、これ持っていこうか。ね。基本的に全部持っていこうか。あの、ガサバリ程度が許す限り。よし。じゃあ、ここで、あとまだ 2.40 ポイントあるんで、スカベンジングしていきましょう。一般民家ですかね。さあ、スカベンジングするときに、まあ、現状の期待値ですね。中の安全性はある程度あるよと。こっそり忍び込む状況としては、まあまあ 50% ぐらいですよと。ルート期待できるのはあんまりないですよと。だからちょっと強めに、ちょっとガシガシ調べるとなるとルートは上がるんですね、こうやって。で、安全はちょっと下がるんですね、当然。で、スニークもね、こっそりじゃなくてガシガシなんで、下がっちゃうんですね。これをやるとまた戻っちゃうというね。ハイディングだからね。ちょっとストロングでガシガシ、探索していきましょうか。お、なんかすごいの見つけたよ。シュッて見えたのがね、あれね、獲得した物資なんですね。見つけた、発見した物資っていうのかな。やった。ソリだ。ソリ見つけた。これにいっぱい入るね、まず。あとね、これすごいよ、これ。わぁ。クリーバー見つけましたね。包丁。これ持っとこう、これ。強いよ。もうそうするとこれいらないね。あと、ディスポーサルバッグもう一個。これ両手に、両手っていうか、背中に一つ、ね、バッグ背負って、ビニール袋背負って、片手にもう一個持ってるって状況ですかね、これ。あとなんだろう、これ。イースト菌っぽいな、これは。これバイクの空気入れだ。ほー。お、グミ。グミだ。やった。お腹空いた時にいいな。一通りソリに全部ぶっ込んどいて、次の街でももう一回スカベンジングするから、そこでいろいろ考えるっていうことをやりましょうかね。多分それがいいや。じゃあ、これだね。ここに置いて、自分以外のね、持ち物。なんて言うんだろうな。自分が肉体的にね、こう、身につけるものじゃないものはここね。ビークル。ビークルのとこに置いといて、一応全部持っていくと。よいしょ。木もね。で、早速こっち行きましょうか。で、ここでもうゼロだから、次のターンに行くということですね。ちなみに、今、この場には何が落ちてるか。ソリがもう一個落ちてますと。ソリのコンディションを一応見て、このコンディション非常にいいね。ソリとして。こっちはあんまり良くない。69%。ただここにね、なんか、電子部品の材料があるんで、ここ持ってきましょうか。あと、小石。大きい石もちょっとまんべんなく持ってきましょうかね。次のターンではね、ここをスカベンジングしていきましょう。はい。今日はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。この続きが見たいっていう方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは。